クローバーネット TV サイクロチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、1月26日第2回放送です。私アシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はクローバーメディア四季スタジオからの生配信です。配信終了後はクローバーネット TV サイクロチャンネルのアーカイブで24時間お好きな時にご覧いただけます。それでは早速この番組のメインでいらっしゃいます武田邦彦先生をご紹介いたします。武田先生、今回もどうぞよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。さあ、前回は第1回目、先生とお会いするのも本当に初めてということで、実は緊張感全面に出た感じで楽しく進行してしまって大変申し訳なかったので反省しているところなんですけども、まあ本当に武田先生には助け舟を何度も出していただきまして、何度か最後までこぎつけたという感じだったんですけども、まあきっと呼吸も今後合っていくんではないかと信じておりますので、先生今後ともよろしくお願いいたします。はい、それではそう、前回ですね、お話の中で、このクローバーメディア、クローバーネット TV、はいはい、1月から始まりまして、覚え方のご提案というところで、提案じゃないですけどね、まあ、あのクローバーネットなんていうのはよほどじゃなくちゃ思い出さないから。そうですよね、だけど桃色クローバー Z は幸いながら全国規模で知ってて、そうです ね、先生からそのご提案いただいて、そう、非常にあの反響も大きくて、そしたらなんと最近のニュースで、そうメンバーのお一人、そう有安さん、ご卒業ということで、ご卒業、そう、4人になったんですかね。ね、あもうあのこの前のね、ライブをもちまして卒業ということで、なるほど。で、あの有安さんは、富士見市ご出身ということで、はあはあ、埼玉県内でも非常にその有名というか、はあ、知っている方も多くいるということで、きっとあのショックに思われている方も多いんですよね。いや、桃色クローバー Z っていうのはその普通のね、はい、あのこういうコーラスのあれじゃなくて、はい、もうその使い物にならないから、地道にやろうってんでですね、はい、そのものすごく苦労してあの地位を築いてきたグループですからね、はい、だからちょっと早いかなって気もしないわけではないけど、まあ僕らはそれはまあ桃黒のメンバーがどうしようとよくて、あなたが桃子さんだからね。そうなんです。桃子さんが MC を務めるクローバーネットっつったら、もう皆さんそれ覚えずに桃色クローバー Z って覚えてもらった方がいいと思うんですよ。そっちだったらすぐ覚えるね。あのクローバーネットのなんか本当の話なんつったらほとんど頭に入らないんで、ぜひあの桃黒と、桃黒で、あなたもこの際桃子さんでガッと売り出すと。あ、そういえばあのリーダーの桃田さんっつったっけ。はい、桃田さん、あれ辞めてないんでしょ。はい、おります。あの人はまあリーダーですからね。そうですね。そういえばあのリーダーの方も桃がついてますよね。なんかご縁を勝手に感じますけども、この番組はあのお金が裕福になったら、はい、桃黒のテーマソングを流してからスタートするっていうのにしたようです。今のところ貧乏だからダメだけど。そうですね。そんなところで皆さんからの援助をね、はい、いただければというところで、はい、はい、それでは早速ですが、今日のテーマのお話に移ってまいりますけども、はい、今日も先生、はい、来ていただくのとっても寒かったかと思うんですけどもね、もうあの池袋から四季までね、はい、東武線にちょっと今日は偶然座れたからよかったんですけど。あ、そうですか。なんかやっぱこのぐらいあの寒いとちょっと疲れますからね。そうですね。電車に乗るとなんか温まってこう来たいっていう気持ちありますよ。ちょっとトローンとした感じで行きたいと。そうまたシートで。そうそう。はい。で、今日のこの寒いところでですね、視聴者様からこんな質問をいただきまして、今日はまずこちらの話題から、前回の話題からもうちょっと本当の話ということで、はいはい、まあ、寒くても大雪でも温暖化が原因と言っている人がいますが、もまあ、前回は、ね、温室効果ガス CO2 に関するお話もあったということで、はいはい、これはどういうことなのかというのを先生に聞きたいと思いますね。ちょうどこう質問があってから寒くなってよかったですね。このことも言いやすいし、そうですね、雪も降るし、なんか埼玉県は明日、今日ですか明日ですか、なんかマイナス9度とか。今日の話題ですね。あ、今日、はい、最低気温が記録を更新した、ね、なるほど、今日の朝ね、はい、なるほど。ちょっとそれをね、シートね、まあこれは重要なテーマだからもう一回繰り返し、ちょっと元に戻してもらうと、元に戻るかな、これ戻る、あ、はい、戻るんですね。寒くても大雪でも温暖化と、こういうのがいるわけですね。つまり温暖化っていうのはあの異常気象がもたらすから、
暖かくなったり寒くなったりするんだと、はい、温暖化自身が非常に怖いんで、うん、温度の上下が激しくなると、はい、まあ、いうふうに言ってるわけですね、はい、で、まあ、温暖化のグラフとか学問を説明すると思うとものすごく複雑なんで、はい、ちょっと今日はちょっと我々と最近のね珍しい刺し棒となったんですかね、ない先生じゃあこれ使おうかな、あ、これでもいいんですよね、ええ、はい、ちょっとグラフ1枚だけこれ皆さんごゆっくり見てもらったらいいんですけども、温暖化についてはですね、長い間っていうかもうここ20年ぐらいおかしいんじゃないかおかしくないんじゃないかってやってきたわけですよ、はい、ところがデータ自身はね IPCC って皆さん知ってるように国連の機関のデータを使ってたんですよ、データ自身は世界の気温とか事実ですね、だけどやっぱりいくらなんでもおかしいと発表されるデータが、それで最近ではですね、これはもう分かればもう全ての疑問が解けちゃうんですけど、学会の使ってるデータ、地球の気温ですからデータ1個しかないんですよ本当はね、はい、例えば日本の気温とか世界の気温ですから、はい、だけども今はですね、その学会のデータと IPCC が発表するいわば政治的な温暖化のデータと2つあるんですよ実は。2つあるんですが、はい、今のところ日本のマスコミは絶対に学会のデータ発表しないんですよ。普通は学会のデータ発表するんですよ何でもね、はい、学会のデータ発表しないとこれ科学の世界だから。だけど最初に学会ができないうちに、政治的なグラフがバーッと出たんですよ、はい、その政治的なグラフをうっかり報道しちゃった。前回で言えばメドウスが違うよと言ってるにもかかわらず、はい、そのまま出すっていうのと似たような状態が起きたんですね、はい、そうするともう研究できなかったんですよデータが違うから、うんうん、そこで最近ではねデータが2つになったんですよ。で皆さんが見ているデータは全部政治的なデータの方だけ、もうそれしか出てない。もちろんネットでは出るんですよ、はい、だけどネットで出るのは今日石井義則先生っていうね、これはまあ昔東大の先生で非常に立派な先生で富山のまあある大学の学長なんかやられて僕なんかも親しいんですけど、そういうがっちりした人のホームページなんかにはたまに出てくるっていう、そういうやつで、あと英語で出てくるっていうね、まあそういうようなことなんですね。それをちょっと説明しますとね、これは名古屋産業大学の小川先生のグループのデータなんですね。だけどこれは他の方でもほとんど差がありませんっていうのは、ここで赤いのが二酸化炭素の濃度、それから青いのが気温なんですね、はい、でこれだいたい1880年からこれが1880年です、まあ、1880年から取るのがまあ普通なんですね。それで、これはまあ学会なんかで使われているデータの一つ、ほとんど同じですけどね。それはまあちょっと19世紀から見れば少し温度上がるんですが、ほとんど変わらず1940年ぐらいだと思いますけど、40年ぐらいから一回下がって70年まで、それから少し上がって今下がってるんですよここまで。でその下がってるっていうデータはまず出てこないんです。要するに、一般の日本の一般のマスコミには出てこないんですね。だけどこれはもうこの下がり始めたのが2000、これは2003年から下がり始めてますけど、まあ、もう少し違うデータだ1988年からだ、こっから下がってるっていうデータも、まあ、あるんですね。で、まあ、これはちょっとこういうデータになってます。そうしますとですね、今まず2つ注意しなきゃいけないのがね、その要するにねこういうね科学のデータを見るときに最初からね感情的に見ちゃう人多いんですよ。え、武田は上がってないというのか、けしからんと、そういうことじゃないんですね。まだ全然思想は入らないんですよね、はい、思想は入らない。で普通のグラフはどのくらい上がってるかっていうと、まあこれあれですこういう感じで上がってるんですよ、うんね、だから CO2 が上がってくると、温度が上がるって言ってるわけですね。だから気象庁のデータとか IPC のデータみんなこういう感じなんですね、はい、全然違うんですよ。でまあ、これは昔から問題になってるんです。この第2期という下がってる時期が30年ぐらい続くんですね。で第3期上がり始めたここで問題になるんですけど、そしてここまた下がってるんですけど、これはもう出せないので今隠してるわけですね。だから上がり方が少ないということと、それから形が全然違うということ。なんでこんな違いがあるかっていうと、非常に単純なんですけど、この学会で今使っているデータの多くは、人によってちょっと違うんですが、多くはですね、これ人口1000人以下の測定点、はい、だからつまり
都市化が進むんで、うん、東京なんていうのはなかなか温度下がらないんですよ、はい、周囲がね今度みたいな激しい寒波ですと下がりますけど、普通ですとねあれだけ暖房をやってますから、それから明治のことに、これは明治ですからね、明治の頃に比べると明治は火鉢ですからね、当たって火鉢で当たってる時とクーラーガンガンかけてる時とそれは違うわけですよね。それで一つの方法としてはそういうヒートアイランド現象を差し引くっていうのがあるんですね、うん、はい、だけどもっと積極的なのが、まあ、これ最近のデータなんですけども、人口1000人以下でデータを取るということが最近行われておりまして、そうするとまあ少なくともヒートアイランド現象は除けると、はい、まあ、いうふうにしてデータを取るのがまあ最近の学問としてはそうなんですね。そうすると、まあ戦争までちょっと上がってきたと、で戦争後下がってだいたい元に戻っちゃうんですね。それでここからまた上がって今下がってるんですけど、どうも元にぐらい戻るんじゃないかと、うん、そうするとこの前は何だったかと、こうリトルアイズエイジつってあの小氷河期と言われる時代がここにあったんですよ、はい、これずっと低いんですね、うん、でここら辺は高いんです。で平安時代は このぐらいなんですね、うん、平安時代はあの1000年ぐらいは暖かくて、はい、それであのまあ外側にあの例えば神殿作り、はい、あれ外側にあの廊下があるんですよ、うんうんうん、あのほら神殿作りってね、はい、中に廊下がないんですよ。あれ何かあったら暖かかったんで雪も降らない、だからその外側に廊下で十分大丈夫だったんですね。ですからあの神殿作りは全部外側の吹きさらしのところに廊下があるわけですね、はい、それからさらにずっと遡って、縄文時代があったか、はい、同じように暖かかったんですけど、その時代は三代丸山遺跡みたいに青森ぐらいに、住居を作ったわけですね、うん、非常に暖かかったんで、はい、まあ、三代丸山遺跡に行った方はお分かりだと思うんですが、非常に普通の家がその青森に建ってるっていうね、そういう時代だから縄文時代、それから平安時代まだそこまでは上がってないんです、うん、もうちょっと上がると、このぐらいまで上がるとですね、縄文時代ぐらいまでは、縄文時代って平安時代ぐらいまで行くかなっていう、まあ、感じのとこなんですね、うん、ですから今の方が寒いで、今度の寒さはですね、はい、別にそんなにびっくりしたことないんです。なぜかって言いますとね、まず今ここですからね、下がってますから、はい、こう引くとね、ここはね1985年だから東京に30年ぶりの大雪が降りましたとか言ってるでしょ、はい、さあ当然でこれあの30年前に戻ってるわけですから、はい、だからまあ30年ぶりに寒くなっても別段それはねあのどうっていうことはないんですね。ですから元々のデータが間違ってるってことがいかに怖いっていうか、僕らの考えをねあの間違わせるかってことあるんですね。ですからこういうことを知らないで私にね、武田は地球温暖化は起こらないとか言ってるけどなんだとか言ってるけどね、もうデータ自身があまり温暖化はもう起こってないんじゃないかっていうのが普通なんです。特にこれあの温暖化ガスと言われている二酸化炭素のはどん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 増えてるんですけど、全然気候は変わらないわけですね。ですからまずはそのそういう客観的な学会に出されるようなデータを本当はご覧になる方がいいんだけど、なかなかねその、まあそうもいかないんですけどね。あの地球のサイクルとしては非常にこう自然な流れというようなところがあるということですかね。地球の流れとしてはこのくらいの温度差っていうのはもう頻繁に起こるんですよ、うんうん、はい、もっと大きい温度差はまあ大体1万年とかで起こるんですけど、このくらいの温度差はですね、それはもうしょっちゅう起こる、定期的に起こるんですね、うん、ですからまず今日もどっか朝に NHK のニュースかなんかでですね、うん、町の人が、寒い、こんなに寒くなって異常気象が怖いって言って、ね、女の人が言ってましたが、はい、異常気象は起こってないんです、うん、異常気象とは定義があってこれは異常気象に入らないんですけどね、ただ、うん、報道が盛んになっちゃったんですよ、うんうん、昔はね秋田の山の中がどのくらい雪降ろうが分かんないんですよ。これで10年ぐらい経つと誰かが秋田から来て、あなんか38豪雪はひどかったとか言って、うん、ああひどかったんだなとか思うぐらいなんですけど、今全部出てきますよ。そうですね、ひどいのは例えばあの、シカゴはどうだとか、ロシアのなんとかはなんとか、はい、即日に来ますから ね、 そうですね。だから世界中を見ますとね、それは温度が高いところも低いところもあるんで、まあ、異常のように見えるっていうね、
だそれは本当は報道の方がやっぱりこれは昔からこうだったんですよって言ってあげなきゃいけないんだけどね、うん、そういうことなんですね。ですからね、あんまり感情的になることはないですね、うんうん、はい、それから、まあ、もう一つ言えばこの前もちょっと言ったかもしれないですけど、この CO2 が増えてる感じでしょ、はい、だけど386ppm というのはものすごく低くて、まあ、地球の歴史上じゃ記録なんですよね、まあ、ここも記録なんだけど普通はパーセントだから こんなところにあるやつが、まあ、仮にダーッと下がってきたんですね。でそのザーッと下がってきた影響を受けて、まあ、今氷河時代になってるんですけど、それがそのこのくらいって言いますと、こう尺度がこうなってますけど、まあ、大体恐竜が生まれた頃っていうのを見るとね、これをただ張ってるだけなんですよ。尺度があまり拡大しすぎててこういうグラフになってるわけですね。ですからこんなに CO2 が増えてるじゃないですか、って、まあ昔に比べればもう全然低いわけですね。それもまあトリックの一つに、まあ、なってるわけですね。情報も切り取ってしまうとそこに注目してそうです、そうです、びっくりしてしまう。そうです、それでこの前もお話したと思いますけども、ね、お米も野菜も肉も僕らが食べる食事は全部 CO2 が食料、元の食料で、はい、それからお米ができ野菜ができてるわけですから、はい、もう増えてくれないとね、もう絶滅しちゃうんですよね。ですから、まあできるだけ CO2 はまだあと40倍ぐらい増えると、まあちょうどいい気候になるんじゃないかなと思うんですけどね。まあだいぶ言ってることと違うんですけど、だけど良くなったんですよ、はい、1988年にアメリカの6月23日ですね、アメリカの上院の公聴会で NASA のハンセンっていう人が、まあ悪いけど簡単にはデタラメ言ったわけですよ。そのハンセンがその時にアメリカ上院で説明したこれから30年後にこうなるっていうグラフはもう全然違うですからね。だからまあ本人がデタラメを言おうとしたか、それともアホだったのかちょっと分かりませんね、今だって。それから真面目にやったけどなんか間違ったってことなんですね、はい、だけどもともと NASA のフレッド・ハンセンに喋らせた人は誰かっつったら CNN っていうのターナーっていう会長であり、それから国際ユダヤ資本であり、それから農業議員だったわけですね。でなぜこの人たちがターナー、ハンセンに言わせたかっていうと、まずメディアはね騒いで視聴率を上げる、販売を上げる、それでメディアがまず入った。それから国際金融資本はですね、あの当時原子力発電の反対が非常に強かったんですよね、はい、それでヨーロッパ特にイギリスを中心としても原子力発電出れないんですよ、うん、ところが原子力発電はものすごく金かかるから、はい、そこにドカッと金出せるわけですよ。それでそれに乗ったんですよ、うんうん、これでもそれは一番有名なのはサッチャーですね。サッチャー首相がイギリスの、彼女はこの話をハンセンの演説を聞いてね、閉めたって言ったわけです。残ってます記録がね、これで原子力ができる、ね、つまり原子力よりか温暖化が怖いというイメージさえつければ、うん、原子力ができるって言ったのはこれはもう記録にも残ってるんですね。それからもう一つは農業議員が中心、3番目の柱になったのは、はい、あの頃シカゴの小麦っていう相場が非常に弱くてね、はい、1980年代っていうのは小麦価格がものすごい低迷するんですよ、トウモロコシも、はいはい、そうするとアメリカはもう小麦とトウモロコシが弱るとね、もう本当に困っちゃうんですよね。それで、まあ、6月23日っていう日はシカゴの5月かなんかの、値段の決定の市場が開いた1ヶ月後ぐらいなんですね、はい、それでそこで、やっぱり低迷したら出そうということになってたんですね。それで、まあ、予想通り低迷した。で6月23日に、その上院の、だからもともと温暖化っていうのは上院の公聴会で最初に発表されたっていうんで分かる通り学問じゃないんですよ、政治なんですね。だからそれが政治なのに学問として日本に伝えられたのは、まあ、NHK とか朝日新聞なんですけどね。だからこれはちゃんと政治だと言って伝えればいいんですよ、別に政治はいろいろあるんですから、はい、で農業議員がなんで動いたかって言ったら、それも百姓困ったわけですよ、うん、それで困ったんで、その原因がね工業側にある、うん、つまり二酸化炭素を出してるのは工業だ、はい、で工業が出すので、その時温暖化っていう言葉は使ってないんです、はい、気候変動、つまり
工業のおかげで気候が変動する、気候が変動して農業が不調になって我々は困ってるから、うん、工業から金を取って農業に補助金出せっていうのがその元々の力なんですよ。そうなんですね。だからね、本当はそういうことをちゃんと日本のメディアが報道すればね、うん、あの日本人も、まあ、日本だけが CO2 の削減やってるわけ、世界で一カ国だけ、はい、もう本当にバカにされてるんですよね。だけど日本人ってバカだなってみんながバカにしてんだけど、あれはジェスチャーなんだから、なんでジェスチャーだってこと分かんないのなんて言ってるんですけどね、まあしょうがないっていう感じですね。ですから裏側があるわけですね。それで6月23日の上院の公聴会開かれるんですよ。そうするとね、普通は6月の末ったらクーラーつけるんですけど、はい、もうちゃんと手配されててね、クーラー消すんですよ全部。そして議場を熱くするんです、はい、それでみんな汗拭きながらね、ハンセンの温暖化の話を聞くっていう、そういう細工もしてるんですよ演出まで。おお、良い周到ですよ彼らはね。すごいですね。彼らは善意で物が動くなんて思ってませんから、力ずくですからね。だから自分 の目的を達成するためには別に議場のクーラーを切るなんてことは別に道徳ないんですよ。ちょっと日本人では理解がしにくいですね。ヨーロッパではね、温暖化の陰謀論の本がいっぱいあるんですよ、はい、誰がどういう仕掛けをしたかとか。だけど日本じゃね、一回それを翻訳した人がおられてね、大阪の女性ですけど、なかなかいい本だったの、はい、全然売れないから推薦書いてくれて推薦なんか書いたんだけど全然売れない。つまり、ね、日本人はね、陰謀というものがもともとないと思ってるんですよ、ね、だから陰謀論はいかがしいと思ってる。だけど本当は陰謀が普通で、陰謀のないやつなんてどうでもないんだけどそれでイギリスはサッチャーさんの原子力と、それからロンドンシティね、シティっていう金融市場があるんですけど、そこで排出権取引っていうのを開いて、それでまあボロ儲けするという、まあ、そういうスタイルだったんですね。非常に政治的な構造もうまくこう組み合わさっての情報に大きくなったということですね。だから、まあ、私はねそういう古いこともあるんだけど、はい、今のことを知るためにはね、やっぱりこのグラフね、うん、はい、これは学会でちゃんと発表されてもいますし、石井先生のホームページにも出てますし、これはまあ普通のグラフですから、はい、でこのグラフをよく見て、そしてほとんど温度変わってないと、もう100年前から1度なんですからこのグラフでね、はい、ですからその100年間変わってないわけですよね、はい、ですからあと台風が増えたとか全部嘘だから、だからそこのところはよく分かってた方が、まあ、家の改造をするとかね、土地を買うとかいう時に間違わないじゃないかと思いますけど ね、はい、ね、広い意味でもやはりこういった資料をちゃんと見るということ、そうです。それがねちょっとね難しいことがあってですね、はい、海がちょっと暖かいんですよ、はいはい、それは全然別の理由で、はい、太平洋の海流が、あそこです、赤道の直下からね来るね黒潮の量がちょっと多いんですよ、多くなってるんです、はいはい、これは気温と全然違って、うん、海流の関係ね。だから海の人は偶然なんですけど、暖かいと思ってるんです。で例えば夏の気温を見ますとね、はい、例えば東京とか名古屋は35度とか37度、はい、うん、その時にロサンゼルスだいたい23度、緯度はロサンゼルスの緯度って、ね、高知県なんですけど、はい、そんな差があるんですね。これは太平洋の回転が大きくなっちゃって、それでこう、うん、あれですね、赤道から来る水が日本にどっと来るんですね。それで日本が暑いんですよ。ところがそれがこう回ってベーリング海峡の方から降りてきますんで、はい、こっちが冷たいっていうね、まあ、そういう現象になってるんで、それが重なってるもんですから、日本ではなんか海も暖かくなってるじゃないかとか、まあ、そういう話になったりもするんです。それは全く気温とは関係がない、関係がない、海流の関係ですね。はい、はい、それではお話一旦変わりまして、はい、ここでお知らせを挟みたいと思います。前回に続いて埼玉県上尾市の柏座にあるヘアサロン二郎様から提供ということで、ご主人が武田先生の大ファンということで、はい、ぜひ多くの方にこの番組を見ていただきたいという心意気で今回もご提供いただいています。話は全然違うんですけど、思春期など近づきますと男の子なんかは特に髪型にこだわりも出てきたということありますけども、
でもそんな方の髪質や頭の形などによってアドバイスなども変わってくるということあると思うんですが、そんなことにも親身に対応してもらえるお店がヘアサロン二郎ということですね。でここでなんとこのヘアサロン二郎でアルバイトを募集しているということで、顔剃りやシャンプーだけでも土日できる方を募集しています。ぜひお店までお問い合わせください。番組紹介ページに連絡先がリンクしてございます。またクローバーメディアでは番組を応援してくださるお店や企業を随時募集しております。これはと思われる方、もしくは企業のご担当者様いらっしゃいましたら、ぜひクローバーメディアまでお問い合わせいただければなと思います。さあ、このヘアサロン二郎様、急に求人が出たということで、なるほど、これはもうこの効果があったのかなかったのか、なるほど、それ本当の話的にはどうなのかって、まだあんまりまだこの番組を始めたばっかだから、あんまり、はい、先走るとね、そうですね、まあ、10年ぐらいはやりたいとそうですよねいうふうになるとね、はい、そのうち僕も行ってね、若い人ばかりじゃなくて老人も髪の毛をちゃんとして若く見えると、はい、そうですね、いうことを相談に行こうかなと思っております。そうですよね、はい、前回のあの、はい、こうね、CM の話の中では、まあ、シニアの割引なんかもあるなんていうね、なるほど、あの話もありましたので、気になる方はぜひこのヘアサロン二郎様に、ね、お問い合わせいただければなと思います。はい、さあ、それではここで一旦 CM 終わりまして、次のテーマに移ってまいります。はい、次はですね、視聴者様からの、はい、まあ、質問が元になっているということで、はい、早速ご紹介いたします。相撲好きさんからの質問です。はい、大人になってからも仲の良い兄弟とそうでない兄弟がいます。兄弟で性格が違うのは分かりますが、はい、どうすれば将来も仲の良い兄弟でいられるのでしょうか。はい、育て方や接し方などがあるのでしょうか。うん、先生はこんなことにも答えていただけるということで、これは、ね、非常にね、ものすごくいい質問なんですよ。はい、僕これいいなと思ってね、はい、さっきの温暖化もまあ今寒いから、まあ、ああいうふうにね、いろいろ考えられるのはいいんですけど、この質問はね、普通はあんまり出てこない質問、ね、不思議な質問かなと私は思ったんですけど、ね、で一応ね、あの根本からちょっとご説明しますとね、はい、今から12億年前にね、はい、有性生殖っていうのが出てきたんですよね。はい、それまでは命っていうのはなかったんですね、今でいう、うん、つまりその単性生殖、はい、私だけしかいなくて、うん、私が私を作ったり、もう私がそのままずっと何百年も生き残ったりっていう方法しかなかったんですね。はい、子供っていうのはいないから。はい、ところがね、何が起こったかっていうとね、やっぱり気温とか食料とか、今まで米が取れたのに突然取れなくなるとか、はい、火山が爆発してどうなっちゃうとか、うん、結局激変するんですよ。はい、そう、激変すると全部死んじゃったわけですよ。で全部死んじゃって、それでもう生物の数も減って、それでどうしようかとなったわけですね。で、まあ、もちろんあの昔は喋らないわけだからどうしようかじゃないけど、死にたいで行くのが多いと。その中でね、オスとメスに分かれたやつがいるんですよ。でどうして分かれたかったら、遺伝子を半分ずつ切って、自分の遺伝子、それまでは自分の遺伝子を 100% こうそのまま引き継ぐ、ね、で体だけちょっと変えるとか、そういうだったら補修するとか、はい、ところが自分の遺伝子半分切って、で半分、僕がオスだからメスの半分とくっつけて、それでやるっていう生物が偶然に生まれたわけですね。もちろん偶然ですが、うん、そうしてみたらね、えらい親と違うものができたんですよ半分半分だから大して違わないと思っていたら、はい、いや思っていたかとか知らないけど、ただ半分10匹を切ってやるんじゃなくて、たった2匹だからそんなに変わらずないのに、切ってつないだらもうタカがトンビかタカとか言うじゃないですか、はい、あの類なんですよ、はい、それができたわけですよ。それで有性生殖生物だけがその後1億年ぐらい経つと、はい、生き残った生物はもう全部有性生殖の生物しか生き残らない、はい、他は全部気候の変動でもうどんどん死んでいく、うん、ところが有性生殖の生物だけはね、今まであの寒さ嫌いだったのが、親が、子供は寒さ平気とか、こういうのが出てくるわけですよ。それでね、このね、質問のね、ポイントはどこにあるかっていうとですね、普通兄弟とかは似てるんですよ、顔が。似てます、ね、性格もちょっと似てるんですよ。はい、それでほぼ全部同じように似たものができてると思うと、実は全然違うんです。あのね、親と子供、兄弟同士っていうのはね、似たところがあるんで、それが目立つんですよ。目立つ、なるほど、目立つから
似てるように思うんだけど、実はそういう生物の歴史から言ったらとんでもないものを作るためにできた制度なんですよ、その有性生殖っていうのが。だからもうブワーンと気候が変わってるのに生き残る、そういうそのことのためにやったんですね。ですから兄弟っていうのは兄弟と思うほど似てないんです、もともと。他人とすっきりした感じが、それほど変わらないんですよ。 それを錯覚すると、あなたから兄弟だから仲良くしなさいって言ったってえらい違うなって、顔は似てるけどなとか、そういうふうになるわけですよ。です、ね、親子もそうでね、親子で似てない人なんていくらでもいるんですけど、はい、それこそが有性生殖のポイントなんですね。今はもう非常になだらかな時代なので、はい、そんな突然子供に変なのが生まれなくても生きていけるんですけど、昔は子供に変なのが、変なのというのはその性能が悪いじゃなくて違う性能のもの、人親とね、はい、そういうのが生まれて初めて有性生殖の意味があるんです。ちょっとね珍しい図をね一つ出しますけど ね、はい、これはねプラナリアっていうね、へんてこな、まあ可愛いっちゃ可愛いし気持ち悪いっちゃ気持ち悪いし、はい、単細胞生物って細胞が一つアメーバみたいな、はい、これはどういうのが多いかというと、今ではね単性生殖と両性生殖が2つできるって多いんですよ。つまり栄養が十分にあって気温が変わらないと、はい、じーっとそのまましてるんですよ。だから自分の子供そのまま、自分の子供っていうか自分自身を時々リニューアルしたりするんですよね、うん、ところがね、こういったプラナリアとかミドリムシとかそういった中間的な生物がまだ生きてるんですけど、はい、このプラナリア、そうですね、これ普通に飼っとくとこれが自分で自分作るんです。もうこれ簡単でね、真ん中ポッと切るとね、真ん中から2匹できるんです。ぐ切った頭の方から尻尾できて、尻尾から頭できて2匹に増えるんですよ。すごい便利です、うん、もうねちょっと気持ち悪いけど、これ縦に切るとね、縦に2つできるんです。自由自在にできるんですよ。でだから自分自身を自分自身の新しいのに変えられるわけですよ。これね、人間がねメスでピュッと切るとパッと2つになるんです。で目がねもう1個できるんです。目のところ半分こう切るとね片目ずつになるんですけど、それがまだすぐ同じ対象圏になる、そういうまあね、だから生き残る特殊な能力ですよね。特殊っていうかこれが普通なんですよ。だって12億年前に両性生殖いないまでは自分から自分作んなきゃいけないから、はい、ピョッとこれに切ってポッとやっとくと全部できないとダメなんですよ。だからもう今と全然違う感じがね、はい、ところが温度を変えたり、うん、食料をちょっとケチったりするともうすぐオスメスに分かれるんです。体の中に精巣とか卵巣ができて、はい、そしてメスオスになるんですよ。それが第一段階なんです、はい、なってしばらくするとセックスして、それで子供を産むんですよ。で、うん、今度は親が死ぬんです、はい、すぐね、うん、もう子供産んじゃうから。だから今はその環境のいい時は親の体のままつないだがってんだけど、環境悪くすると子供の体に変えて、それで親が死ぬんですよ。もう環境が変わってるから親生きていけないんですね。だからそうすると子供のうち半分は死ぬんですよ、やっぱりね。で半分とか3分の1とか生き残るわけで、それでつないでいくっていうね、そういう生物が多いんですけど、これはまあその典型的ですね、プラナリアって。よく話聞かれた方もおられると思うんですね、はい、でこれ興味持ってこの大分のメダカ日和っていうねブログがあるんですけど、これも非常にいいブログでね、はい、メダカの好きな方だと思うんです、はい、でそこから撮りました。学術的な絵はちょっと違うんですけど、はい、これが一応プラナリアの一番いいかなと思って、ね、皆さんにも分かりやすい、分かりやすい、はい、ですから兄弟はどうしたら仲良くなるかっていうと、うん、兄弟が仲いい原因はですね、同じ生活をしてるからなんですよ。同じ生活をしてるから、はい、同じようにものを考える、うん、だから他の人よりか親しくなれる、うん、だけど遺伝的にはそれほど似てないんです。そうですね、ですから、うん、もう何もしなくても仲いいってことはないんです、うん、兄弟も俺は兄弟だからだとかね、仲良くしなきゃいけないなとか思ってないとダメなぐらい離れてるんですよ、ええ、だから親から見れば同じ兄弟なのにとか、私の育て方が悪いのかしら、それじゃなくて、それはもう有性生殖の極めていいまともな結果なんですよ。毎回私も思ってますね、子供に同じように産んで、同じように食事を与え、同じように遊んだりとか同じように接してるつもりなのに、こ
こうも違うのかと、こうも違う、実感してますよね。こうも違うのから子供を作るんですよ。あ、なるほど。そうそう、だからそこのところにこの優生生殖の非常に優れたことがあるわけですね、うん、ちょっとその気持ちがあると、うん、ちょっと冷静に子供も見えたりもするのかもしれないですね。そうそうそう、そうですよ。うん、だから子供の同じ生活をしても個性が出てくるというぐらい個性が違うから、うん、はい、両性生殖が勝ち残ったっていうことですからね。同じようなものができたら両性生殖なんかするのめんどくさいじゃないですか。プロポーズして結婚してとか全部しなくなってプラナリアみたいにちょっとこう来てポーズ。そうです ね, ね、はい、これとは全然違ってたっていうのが良かったんです。なるほど。多分ね、遺伝子2つに来て組み合わせるんですから、似たようなものができるはずなのに、うん、僕らの遺伝子って発現してない部分っていうんですけど、はい、出てない部分がすごく多いんですよ。だからこうくっつけたりすると全然 親の時は出なかった遺伝子が刺激されてそれがこう出たりするんで、よく覚醒遺伝なんていう話も聞いたりもしますね。覚醒遺伝もありますよね。おじいちゃまの方に似てるとか。そうですね。競馬の世界なんかはね 18.75 だったかな、こう子供25でしょ、はい、それで孫が 12.5、うん、これに対してこっちの血筋と、まあ、近親じゃないけどやや近親で結婚させると18.5 ぐらいのができるんですよ。これが一番おじいちゃんかなんかの優秀なあれを引き継ぐっていうね、うん、そういう経験則もあるんですけど、まあ難しいですよ、ね、ですからこれは非常にいい質問であった。そうです、ね、僕質問を送られてきた時におっとこれはいいなと思ってなんか今日すごく私すっきりしました。自分の子育て的にも、そう思えばいいんだっていうのがスッキリできて、そうですね、はい、はい、視聴者の方からね、もう時間もないですよ、はい、で次のテーマ、あ、次のテーマにでは行きましょうか。あ、行きましょう、はい、あ、次のテーマ、もうちょっと本当の話でこちらの話いきますか。はい、あ、これですか、こちらに、はい、なるほど。じゃあこちらもですね、じゃあね、僕今日話したかったやつがもう一個あったんだけど、はい、話しすぎちゃって前回も話しすぎて反省したんだけど今日も話しすぎて反省じゃあこちらの話に飛んでっても大丈夫ですかね。いいですよ、またそ、はい、今日話したかったことはね次回に回していただいてね、はい、かしこまりました、はい、まあどんどんご質問を寄せていただくと、兄弟の話なんかはね質問がなければテーマとして思い出しにくいんですよ。 あれ聞いて、あ、そりゃそうだよなってこうなるとね、うん、はい、じゃあこれは何ですかね、はい、これもある国の方からの質問ということで、イタリアの国際化な感じですけども、日本在住の外国の方からいただきまして、はい、日本のことがまあ大好きということで、その国にも国営放送はあるんですが、ネットを見る若い世代を中心にあまり信用していない、はいはい、でも、まあ、日本では新聞や NHK のように、はい、まあ、信用が高いように見えるのはなぜかと、はいはいはい、実際にそうでないのかそうなのか、はいはい、実際に外国の方も気になるということなんです、ね、実際に日本人は NHK 信用してるんですよ、うん、驚くべきこと、はい、それ NHK ばかりか、役所が出す通達なんかを信じてね、はい、これで1961年に日本の年金制度って始まったんです、はい、それまでは恩給とかね、軍人恩給とか、はい、公務員の恩給なんかありましたけど、はい、国民は全部そうじゃなかった。そこで政府はね、なんつったかった、ゆりかごから墓場まで、これから年金の時代になります、子供に面倒見てもらわなくてもちゃんと積み立てれば年金をあげますと、こう言ったわけですよ、はい、もう日本人だからみんなコロッと信用したんですコロッと信用した裏で、はい、その時の厚生省、その時厚生省ですけどね、厚生労働省じゃなくて厚生省の年金課長っていうのがおられた、はい、その人がね、仲間内でポロッとこう言ってるんですよ。どうせ物価が上がるから、現在の年金が、その年金がもらう人の手に渡った時はもうないようなもんだと、どうせなくなっちゃうんだからどんどん使っちゃえ、これね、ちゃんともう国会でも質問出たりして公のもんなんですよ、はい、だって、うん、ちゃんとした厚生省のね、はい、年金雑誌かなんかそういうところに出てる話でもうね、でもじゃんじゃん使うってことになって、それである時間がその年金担当したで厚生省の次官になった人が退職金がね、厚生省を退職してから3億6000万ですよね、そういったのがどんどん出てきた、これで官報のなんとかって作って、はい、もう使え使えって、だどうせなくなっちゃうんですから、うん、どうせなくなっちゃうのにね、今価値があった、第一ね、その時何間違ってたかだ、国民は
年金納めるでしょ、その年金どこにあるかみんな関心ないんですよ、うん、そんな札束をねどっかに積んどく倉庫なんかないんですよ。だからもうどんどん使っていくしかないんだ、はい、でね、それでこれはね、中国みたいなところは絶対に国民が分かるんですよ。どういうふうに考えると、年金を払ったらいいよ俺たちは、その札束はどこに置いてあんの、そのまま寝かしとくの、誰かがもしかしたら使うんじゃないの、うん、使うっつったら多分政治家だよなとそしたらなくなるんじゃないのって、このくらいのことはね、中国の人は絶対考える、うん、日本人考えない。なんで考えなかったら、もうはっきりした理由があるんですよ。国というの、国、はい、国が成立したのが一番早いのが世界で日本なんですよ。あの神武天皇、神武天皇がちょっとずれててもね、200〜300年まあずれてるでしょ、神武天皇150歳までとかいろいろ言ってるから、それは嘘だろうからね。だけどまあ1500年前か1800年ぐらい前に日本国っていうのが成立してる、はい、日本国、これトップが天皇陛下、それで日本国の中ずっと今までね、この次が誰かどっかあったらフランス革命なんですよ。だから1789年、それまで国家ってないんです、他は。だから日本だけが国家で、国家と国家じゃないとこは何が違うかっていっぱい違うんですけどね、一つは非常にはっきりしてるのはトップが殺されるかどうかです。うん、普通あの国じゃないから誰が変わる、例えば日本の天皇がいても、次ロシアの天皇が来たら日本の天皇殺されるわけですよ、ね、あそれはそうですね。だけど日本の場合はずっと天皇陛下だったから、はい、一回も殺されずに、まあ殺されるから牢獄に入るとかあるでしょ。だから中国の場合は200年ごとに王朝変わるでしょ大体、はい、全部前の王様殺されて、天子って言うんですけど殺されて、墓は全部暴かれて財宝全部取られてと、これはもう当然なんですよ。国が変わるから、うん、中国という地域が一緒だけど、これは中国ばかりじゃなくてヨーロッパもそうですね、はい、ヨーロッパもハプスブルク家、まあ近世だったらハプスブルク家、はい、ブルボン家で、領主が変わったらその前の領主はもう殺されるかどっかに追い飛ばされるわけですよ、うん、でその国という概念がないんです、はい、だから現在のイギリスの王様、あのなんだ皇室はドイツから来てるわけですよ、はい、別にイギリスの人じゃないんですよ、うん、だから最初に英語喋れなかったんですよ、よそから来てるから、はい、でもう良きに計らえと、俺は英語せよ英語わかんねえから、これって議会制が始まったわけですね、うん、はい、どうせわかんねえんだから。だから日本に住んでるのと外国に住んでると全然国っていう意識が違うんですよ。で、まあ、中国の場合でも国じゃないから、国じゃないのに国営放送を信じたって、うん、明日になったら国が変わってるわけですよ、うん、日本の場合変わんないから。それが一つ、もう一つはね、奴隷が普通できるんです、はい、なんで奴隷ができるかって言ったら、同じ地域に住んでても同じ国の国民じゃないから、うん、戦争に勝ったら奴隷にしちゃうんですね、うんうん、でね、あの例えば豊臣秀頼と豊臣家と徳川家が戦うでしょ、はい、じゃあ豊臣家が滅ぼされるじゃないですか、はい、したら当然大阪の商人は奴隷として江戸に引っ張られていくんですよ、うん、そのために戦争するんですよ武士は、うん、命をかけて、はい、だけど日本ってね、変でね、ままごとで戦争してるんですよ。勝ったっつってね、腹切ったのは秀頼と淀君だと、あとは全部こっち引き上げてね、そうなっちゃうわけですよ。これも日本だけの特有です。それで日本が最初に外国にね、まあ、あの豊臣秀吉の時は大して朝鮮選抜だって大したことなかったんですけど、はい、日清戦争で初めてね、日本が外に出た、旅順の戦いってあって、はい、有名な旅順の戦いって日露戦争ですけど、はい、日清戦争戦って旅順の郊外で、向こう白い服着た清の軍隊、こっち日本兵ですよ。それでいよいよ突撃、激突だってんで、ラッパがパーッとなるんですよ。そして日本軍はね、銃剣があってダーッと突撃していくんですよ。そしたら秦の兵隊全部逃げちゃうんですよ。これでもう、と思うんですよ日本兵は。何、国を守るために来たのになんで逃げるの。で中国の兵隊はね、別にね、卑怯で逃げたんじゃないんですよ。秦っていう国はその後すぐ滅びるんですよ、はい、で国がなくなっちゃう、秦っていう国が、うん、だから秦のために戦うっていうのは、中国のために戦うんだったら戦いますよ彼ら。だけど秦という王朝のために戦って、あと5年経ったらもう全部王朝変わっちゃうんだから、命投げ出す必要ないんですよ。ところが日本は1500年の歴史背負ってるから、もう突撃するんですね。だからそういういろんな面で国があったっていうことがものすごく大きな社会的な影響があって、僕らの心にもあって、俺たちは日本人だって、
まあ、こういうふうになる、ね、ですからこれはもう中国の方から見れば、うん、中国でもフランス人がね、僕よくフランスと付き合ってフランス来たの、名古屋城見てね、ずいぶん小さい城ですねって言うから、いやこれでかいんだっつったら、なんこんなところでなんで市民が入れるんですかって言うから、いやいや殿様と一族が入ってんだっつったら、ひどく自分勝手な殿様ですねって言うから、いや何ですか、戦いがあったらどうするんですか、いや殿様腹切ります、市民はっていうか、いやあの山の上で見物してるだけですよね。ところが諸外国は国がないから、お城の中に全部住民を入れなきゃいけないわけですね、はい、だからパリの城でも北京の城でも広いわけですよ、もう全然違うんです。だから当然信用しない、そういうだ NHK なんか成立するのは日本だけなんです。そうなんですね。はい、今日もすっかりいろいろな話で盛り上がって、また次回が楽しみに、ご時点にもなってまいりましたけれども、さあエンディングのお時間にそろそろなってきたということ で、はあ、先生とも今日もこれでお別れになってしまうんですが、あの1時間と思ってたら50分なんですね。そうなんですよ、50分なんです。なるほど、わかりました、うん、はい、それではまあ次回に向けて番組からのお知らせということなんですが、番組では視聴者の皆様から武田先生の質問を募集しております。またはこんなテーマで話してほしいなんていうのも結構です。またこの番組をぜひ応援したいので、クローバーメディアの振込先を教えてほしい、そんなものでもお問い合わせどんどんいただければなというふうに思っています。あれずずしい、あら、あれそうですか、クローバーネット TV のメールフォームがございますので簡単に入力できますので、ぜひお問い合わせいただければなと思います。あ、さあ、まあ、だけどメディアは本当は視聴者が作っていくものかもしれませんね、はい、そうなんです、そうなんです。皆様のご意見と応援メッセージ並びに応援の、まあ、資金的な部分ですね、いただけたら非常に嬉しいなと思いますよね。なるほど、はい、それでは次回のお知らせです。次回は2月9日の金曜日夜の7時、今回と同じ埼玉県志木市のスタジオからお届けいたします。武田邦彦の本当の話、また次回もお楽しみに。